紫式部の書かれた源氏物語全54条のうち最後の10条は、京都の宇治を主な舞台としているため宇治十条と呼ばれているのでございます。今日は源氏物語の宇治十条の舞台となりました風光明媚な宇治川周辺の古跡を訪ねることにいたしました。光源氏の異母邸八宮は宇治の山里に二人の姫君と隠姓しておられました。光源氏の末の子薫は八宮の生き方に惹かれ宇治に通うようになるのでした。ある日、美しい二人の姫君を垣間見て、そして姉の大生君に心を寄せるのでございました。橋姫の心を汲みて高瀬さす竿の雫に袖ぞ濡れぬる。光源氏の孫仁王宮が宇治夕霧の山荘を訪れ、そして宇治川で宴を催されます。仁王宮は中の君に心を寄せ文を送られました。高齢の八宮は四季の誓いのを感じ、姫君たちの行く末を案じながら宇治山の山寺で帰らぬ人となられたのでございます。立ち寄らん影と頼みし死がもと、虚しきとこになりにけるかな。薫は大生君に求婚いたしますが、大生君は中野君との結婚を望まれるのでございます。そこで薫は中野君と仁王宮を強引に結びつけますが、中野君のもとへあまり通われませんでした。憂いに沈んだ大生君は病となり、お亡くなりになるのでございます。髭巻に長きちぎりを結び込め、同じところによりも合わなん。
君と姉君を失われた中野君を慰めようと、山のあじゃりはさわらびなどを贈られるのでございました。やがて仁王の宮は中野君を都の二条院へ迎えられます。仁王の宮と中野君のむつまじい様子を見て、薫は嫉妬されるのでございます。この春は誰にか見せん泣き人の、形見に詰める峰のさわらび。薫は心ならずも左大臣の姫君と結婚されますが、中野君への恋心を募らせ、中野君は悩まれるのでした。折しも亡き大井君に生き写しの腹違いの妹君浮舟が上京してこられるのです。浮舟を知った薫は心を動かされるのでございました。宿り木と思い出ず箱のもとの、旅根もいかに寂しからまし。二条院で浮舟を見た仁王宮は浮舟に言い寄られるのでございます。驚いた母君は三条あたりの小さな家に浮舟を隠されますが、薫が訪れて契りを交わされます。そして薫は浮舟を宇治に住まわせるのでございました。差しとむるむぐらやしげきあずまやの、あまりほど降る雨そそぎかな。宮は中野君への手紙から浮舟の所在を突き止め、薫の姿を装って宇治を訪れ、強引に浮舟と関係を結んでしまわれるのでした。情熱的な仁王の宮と誠実な薫、二つの愛に苦悩された浮舟はついに入水を決意されるのでございました。立花の小島は色も変わらじよ、この浮舟ぞ行方知られぬ。
曽根が館から消え、入水自殺をされたと思われ、葬儀を行われたのでした。悲しみに沈んでいた仁王宮と薫も、日が経つにつれ、他の姫君に惹かれるようになるのでございます。ありと見て、手には取られず見ればまた、行方も知らず消えし影ろう。入水症として意識を失われた浮船は、与川の僧図に助けられていたのでした。やがて回復した浮船は、僧図に懇願し出家いたします。薫は僧図の話から浮船の消息を知ることになるのでございます。身を投げし、涙の川の早き背を、しがらみかけて、誰かとどめし。薫は与川の僧図を訪ね、浮船の対面を求められますが、僧図に断られ、浮船の弟小気味に奸賊を求める文を託すのでした。しかし浮船は頑なに拒まれ、薫は浮船に心を残しつつ与川を去るのでございました。のりのしとたずぬる道をしるべにて、思わぬ山に踏みまどうかな。千年の時を越えて、今も流れる宇治川周辺の古跡を訪ねる旅は、王朝文化の物語を深く忍ばせてくれるのでした。